ダウンシャー公爵はアイルランド貴族の公爵員。植民地大臣を務めた政治家第2代ヒルズバラ主爵ウィルズヒルが1789年に除されたのに始まる。初代ダウンシャー公爵ウィルズヒルアングルアイリッシュの地主トレバーヒルはアイルランド議会やグレートブリテン議会で庶民院議員を務め1717 17年8月21日に アイルランド貴族社位ヒルズバラ子爵区とダウン県における、キルワーリンのヒル団爵に助せられた。その息子である二代ヒルズバラ子爵区、ウィルズヒルもグレートブリテン議会の庶民議員議員となり、1751年10月には、直系の男系男子に次いで、おじ初代、ダンガノン子爵区アーサーヒルトレバーの男系男子への、特別継承を規定したアイルランド貴族社位 ヒルズバラ伯爵とキルワーリン子爵に助せられた。ついで1756年11月17日には、グレートブリテン貴族爵位クス州におけるハリッジのハリッジ男爵に助せられ、グレートブリテン議会貴族院議員に列した。その後彼は1768年から1772年にかけて、大ピット内閣からノース教内閣までの3代の内閣で、 植民地大臣を務めたが、アメリカ植民地に対して強硬姿勢を取ったため、アメリカ人の反発を招いた。この反発が、アメリカ独立戦争への機運の高まりの背景の一つとなった。1772年8月28日には、植民地大臣辞職に際して、クレートブリテン貴族ヒルズバラ伯爵とフェアフォード子爵に助せられ、 さらに晩年の1789年8月20日には、アイルランド貴族ダウンシャー公爵に助せられた。その息子である二代皇、アーサー・ヒルの妻、メアリー・ヒルは、夫の死後の1802年6月19日に、連合王国貴族爵位ウスターン州における、オンバースリーの三つ女男爵に助せられた。この爵位は、夫妻の次男、アーサー・モイセズ・ウィリアム・ヒル以下のヤンガーさんたちとその、 男系男子を長男である三代公、アーサー・アブ・ランデル・サンズ・トランブルヒルとその男系男子に優先させるという特別継承規定が付けられていた。この爵位は2013年までヤンガーさんたちの男系男子に継承され続けたが、2013年に二代公のヤンガーさんの家系がすべて耐えたため、三代公の子孫でダウンシャー公爵家の元頭主である九代公。 アーサンフランシス・ニコラス・ウィルズヒルが継承することとなり、結局ダウンシャー公爵くらいの従属爵位の一つとなった。また三代公の三男であるエドウィンヒル・トレバーは、保守党の庶民議員を務めた後、1880年5月5日に、連合王国貴族、トレバー男爵に助せられている。このトレバー男爵家は2016年現在も存続している。 元当主アーサー・フランシス・ニコラス・ウィルズ・ヒルは以下の爵位を保有している。ダウン県、ヒルズ・バラにある四台ダウンシャー公、アーサーの像。ありがとうございます。